とも聞いてください。ポン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 。これね、バグなんかまたこのねパソコンよく壊れますね僕の。まあこれは昔のあのまあ調子悪いって言ってたやつなんですけど、あの昨日ねこのパソコンまあちょっとね新しいパソコン来たんですけど、これはちょっと今モニターまだつなげてないんで、ちょっとアームが来たらまたつなげて、とりあえずこっちで今少しやってるんですけど、このポッポンポンみたいな、このポッポンポンねなんやねんと、もうポッポンポンみたいな、もうちびまる子かみたいなね。でねこれ昨日やっぱ動画編集してたら、この僕ねこのポッポンポンのあの消し方が分からなくて、どうしたのかな、まあとりあえずシステム音から、Windows のシステム音をサウンドなしにして対応してたんですけど、あの Adobe の、 あの編集ソフトとか使うとあのなんか止まるんですよ。だから多分その再生するじゃないですか、多分ポッポンポンって言ってるんでポッポンポンで止まるんですよ、再生を押しても。でまた再生を押すじゃないですか、まあ、ポッポンポンで多分止まるんですね。まあ、システム音を消してやってたんですけど、で今調べたらですね、これ多分なんかその US なんか同じ現象が出てるような人がいたらしくて、 いてなんかその USB のやつをあのデバイスマネージャーから USB のその、を無効にすると消えたというような話があったので、やってみたいと思います。このポッポンポッポンポンを消していきたいと思います。まず USB って書いてあるやつをこれ無効、あこれじゃないですね、じゃあこれもちょっと無効、あ消えない USB、一個ずつちょっと消していきましょう。消えないですね。消えない。これ何が悪いんだ。一個ずつ。消えない。消えませんね。これか。お。お。消えない。消えない。あれ消えねえな、いや消えないっすよ、消えねえ、消えないっすね、消えねえじゃん。ちょっとでもね、ちょっと USB 抜いてみますね。ダメだな。消えた。消えました。今な、これのこっちの前の USB ですかね、もしかしたら。あ、これだ。ちょっと待って。
おそらくこれですね。これだ。これを抜くと消える。これ前ですね。前ですね。原因前だ。原因前ですね。これだ。こいつの前がダメなんだな。前の USB を無効にできないのかな。ほら、ほら、これだ、これ。原因これですね。ちょっと後ろ、後ろ、後ろをちょっともう一回つけてみましょうか。後ろ。ポッコンポン。あれ、前の USB をこれ、停止するためにはどうすればいいんだ。あ、ダメだ、こっちもつく。大丈夫。一発だけ、一発だけつく。一発だけポッポッポーンってその後来ない。来ない。ポンポンポン来ないぞ。一回だけポンってなって、多分ここがバグってんすかね。ここの前のちょっと おそらく、あ、ちょっと原因が判明したっぽい。おそらくこのインテルのこれかな、1、2、これっぽいな。ちょっともう一回これつけてみましょう。これですね。多分ね、ここの2つなんで、多分ここちょっと無効にしてみよう。これを無効に、多分2つで、これでこれでこっちが無効になったか。あれ、無効になってねえな。まあ使うなってことですね。あれ、ここの前ってどこなんだろうな。ここじゃないのか。うん。ということで、ポコポンはちょっとね、この USB のユニバーサル CR コバスコントローラーで、多分ボン用 USB は、ここをどうやって指定するんだろうな、ちょっとわかんないですけど、うん、まあとりあえずここは使えないと。使っても使え、一応読み込めるんですけど、読み込めるけどポコポンになると。じゃあこれでちょっと昨日ちょっと編集してたやつを、今日ね、昨日ね、これで、あれなんですよ、大阪セミナーちょっと編集してたんですけど、編集というかね、まあ編集っていうほどじゃないですけど、お客さんの欲しい、欲しい情報、カッコ、キーワードを提示して、いけました。前ポコポンなってたんで、あ、前はこれ、まあこれビデオカメラで読み取るじゃないですか。読み取ってつけっぱでしてたんですよ、こっちで。
思考、あ、考え方を変えてあげる。オッケー牧場、オッケー、これで問題解決した。要はあれですね、ここの前のやつは使ってもいいけどつけっぱなしにするなよっていうことですね。なるほど、なかなか癖のあるパソコンですね。癖のあるパソコンですね。僕も癖がありますけど、ありますけど、はい。ではポコポンはとりあえず USB がどっかの USB がバグってんじゃねえかなという報告になります。一応なんか同じ現象に、ね、なってる人もいるみたいなんで、僕も調べたらポコポンポコポンみたいな、ポコポンポコポン鳴る人は USB なんか問題あるかもしれないんで調べてみた、いかがでしょうか。ポコポン。